帽子を手に取り、裏側を確認して手を中心に当てておきます。帽子を表に返して反対側の手を入れます。縫い目を探してこのように手前に持ってきます。これが後ろの中心になります。両手で内側から帽子を広げ、頭頂部から撫で下ろすようにしてかぶります。帽子の内側の布がシワにならないように注意して帽子を整えてください。髪を整えて完了です。